ただいま茨城県の、つくば市の研究学園駅におります。これから石岡市の八郷地区柿岡方面に向かいたいと思います。それでは出発します。学園都市ですか？どこに学園あるの？どこに研究とか研究要素あるの？いっぱいあるよ。あ、そうなんですか？うん、すんごいある。なんとか研究所みたいなのが、だからなんかあのそういう学者の子供とその地元の子供の学力のギャップがあるってんでね、なんか問題になった子供すげえ、うん、頭いってすごいな。やっぱり頭いいんですよ。高校左折ですね。いいおしゃれだね。田舎だけどね、高いですよ、この辺。ああ、そうなんだ、うん、やっぱ間取りも広いし。あ、うん、で左手、原っぱですよ何もないよ。何もないですよ。いや、すんげえ土地有り余ってんな、うん、研究員ってお金もらえんだろうね。山手線一周ぐらいあるってなんか話聞いてた。ああ、そうなの。でかいの。へえ。なんか左手に見えてるのもなんかこれも研究所。これも研究所だと思う。ああ、そうなの。うん。すげえなあ。なんか細胞探すでしょ。スタンプ細胞だっけ。昔あったよね。スタップ細胞だ。スタップ細胞だ。あります。ありません。かわいそうに。闇に葬られて。出るでしょう。日立だの、なんだの。こんだけ自然だね。ね、すみません。地下出るのおかしいか。桜も散っちゃってんね。
雨降ってたじゃん、うん、で風も強かったりして、うん、さあ筑波山がねだいぶ近くに見えてまいりました。すげえ、麓だ。越えてきますよ。うん、山の麓だ。見たもん。獣？熊とか鹿とか。ああ。その時食ったのが熊の肉のステーキでしょ。鹿肉のカルパッチョ。おお。あれが出てたの？そしたら。え、やっぱり何つうの？匂いとかは？あ、ない。そんなに。もっと癖あんのかなと思ったら普通に食べれる。硬さとか柔らかさとか。ああ大丈夫。熊もそこそこ柔らかくて美味しかったし。牛肉っぽい。うん。あ、ごめんだ。ごめんじゃ食えねえもんな。うん。うんうん。向こうだと唐揚げですけど。唐揚げか。うん。スナック感覚。刺さってるんですよ。まあそれもそれで美味しいんでしょう。うん、つまみでなんか脂っこいようなイメージだけど、うん、じゃあ骨まで食えちゃうみたいな。そう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 。あ、いいね。ちょっとするとね、この筑波山ってツツジが綺麗なんですよ。だそれを見に来る観光客の方もね、かなり多くて、日によっては渋滞するらしいですよ、山の峠道あたり。ちょいちょい赤いの桜かね。違うか。あ、桜も多分咲いてる。うん、咲いてますよ。だから時期もうちょっと早いとね、それも綺麗なんじゃないかな。あ、もうちょっとピンクだね。うん、もうちょっとピンク色で。すごい。子供ら連れて行ったっけな。あ、ちっちゃいな。ですね。バモスね。出たバモス。バモスね。本当でもロープウェイとかあっけないんですよね。何時間も頑張って、うん、ガーキンコール登って、たす、あーやった、登ったと思って帰りなんて6で何分だから。ね。おー、すごい。空中露天風呂。ねえ、どんなんでしょうか。茨城自体が、うん、そば有名なんですよ。へえ、うん。だからその八郷地区なんかもそば屋すごい多いんでね。へえ、そうなんだ。実は結構点在してて。猫はいないでしょう。ワンワンランドで猿いたら詐欺でしょ。
土産で売ってますね。引くんでしょうか。そうなったら俺、うん、あったね。ガマの洞窟とかあったよな。あったかもしんねえ。左方面行くとケーブルカー乗り場。ああ、そこで登ればあの頂上行ける感じの。うん。筑波山神社とかね。ああ。最適なんですけど、時々こういうのがあるんですよ。走り屋対策。僕がね、まだ二十歳ぐらいの頃、走り屋天国でしたからね。この聖地でしたからね。今もそれっぽいと思ってたね。ドリフト系とかさ。そうだね。でももうできないね、これね。キャッツアイだらけじゃん。そう。日曜日とか、3年前ぐらいに来たけど、バイク系結構いたね、集団で。ツーリングね。うん、ツーリング。怖いよね。
ると怖いっすよ、バイクとかに。あこの辺で夜に寄れないじゃない、まあ、夜あの路肩。あそうだね、だからバイクの方が全然速いっすな。うん、されております。どうした？よそ見でもしたんでしょうか。はい。小畑地区です。左折です。キュッてなる、うん、この街並みね変わらないですよ。あーね、うん、でもね俺も人なんでしょうね、うん、どっち観光名所とかやったりして、走ってるとフルーツラインって言うんですけれども、はい、果物を結構取れる、梨とか、あ、ね、うん、でみかんなんかも取れて、いろいろあるんだ。
いちごとかね。あ、すごいね、つくばさ、つくば、なんだ。リンゴも取れるんだって。へー、そうなんだ。うん、なんかググったら。へー、でもさすがに俺リンゴは知らねえんだよ。あ、そうなんだ。うん、セイコーマート。セイコーマートね、帰り寄ろうかな。何買うの？決まってるでしょ。またこの人。集落に入りました。突き当たりの信号を右折です。町の八百屋さん。うん、フードセンターの松屋。松屋お客さんゼロ。いません。玉ねぎがすげえ大きさで売ってたよ。地元さんなのかな。どうなんだろうね。柿岡にあるお蕎麦屋さん、蒲田屋で、お昼ご飯にしたいと思うんですけれども、まもなく右手に見えてまいります。あ、これか。ありました。はい、ここが駐車場。そうですね、ここに準備中。止めます。それでは行ってみたいと思います。はい、ここが蒲田屋です。かやぶき屋根で一見民家風。
お蕎麦屋さんだとは思えないこの佇まいなんですよね。それでは中入ってみたいと思います。ちょーす。ここでメニュー表こんな感じで、何したらいいかな。店内の雰囲気、電子タバコの雰囲気ですごい。山菜の王様アイヌネギ、今度食べてみようかな。天ぷらそば、はい、お腹いっぱいになりました。天ぷらそばを堪能しました。はい、では見ていただきましてありがとうございます。